ぱアニメでも胸はない方がいいなって思いますよ、ね。あ、そうなんですか。僕貧乳派なんですよ。え？へえ。あ、昨日なんか尻フェチだって言ってましたもんね。そう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 。尻フェチだし貧乳派だしって、尻フェチっていうのは貧乳派だから尻フェチなのかもしれないですけど。スカートよりもあれですか、あのパンツスタイルの方がいいですか。あ、そこはどっちでもいいっすね。まあ、パンツスタイルはパンツスタイルでありっちゃありっすけど、うん、ちゃんと氷割れる音パリンって言うんだ。でもあれですよ、俺も尻派ですよ。俺も。あ、尻派っすか。俺もう5歳ぐらいの時から尻派ですよ。早えな絶対まだそんな分かんない状態でしょ。いや、俺5歳の時はもう尻派でしたね。あら、はい、ずっと一貫してますよ。あ、でも胸派になるかまずないな。まずないですか。まあここまで来たらないでしょうね。まあここまで来たらないっていうのもそうですし、はい、あの物理的にでかい女ってなんかなと思うんですよね。でかいというのは胸がですか。ええ、へー、あんま好きじゃないというか。胸のでかい男はどうですか、大門みたいな。胸のでかい男ってどういうことですか。逆に、いやいや、あの大門みたいな、大門みたいな、大門みたいな、いやいや、それは痩せようかって思いますけどそうっすね。いや、あの普段休みの日とかは、はいはい、あれなんですよ、白米を夜食わないんですよ。あ、そうなんですか。そう、仕事中はどうしたって、はい、朝までやる以上、はい、糖質制限とかっつってスタミナ落ちてる状態で仕事し続けたらちょっときついんで、はいはい、あれなんですけど、まあ、ただ勤務時間長いですもんね。そうそう。ただ普段は、普段もそういう風に食ってるともう完全に動かない人なんで、だったらぐらいは抜いてカロリーの摂取量を変えたりですとか。へー、俺何も考えたことないですよ。それはね、普通の体型の人だから言えるんですよ。なかなか、はい、なかなかこう太り気味な人からするとそろそろ気ぃつけないときついなっていう年齢なんですよね。年齢って1個しか変わんないじゃないですか。いや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 、もう30ですよ30になったら急に筋肉痛はもう遅れてくるようになってますし。あ、マジですか。マジっす、マジっす。俺何も感じないっすね、今の年になって。別に前と比べてどうのって何にもないですね。いや、その方がいいですよ。いや、どうなんですかね。あの、ただ本当なんか世の先輩方が、はい、急に来るって言うじゃないですか。はい、マジで急に来ましたから。へえ。マジで急に来ましたし、はい、しかもこことこ言いながらずーっと氷の上滑るなーって走ったらもう全然わかんないとこ来てるんですけど。いや、俺ももうわかんないっすよ。とりあえず、あ、陸が見えた。いつからあれなんですか、尻フェチなんですか。あー、でも多分高校ぐらいからっすね。あ、遅いっすね。まあそれまでそういうあんま興味なかったっていうのもありますし、はい、きっかけは何だったの。きっかけなんですかね。ただまあとりあえず胸見るよりはやっぱケツ見る方がいいだろう、普通にもうその時から思ってましたからねこれ何の話してるんですかねいや本当つうか何ちゅう話振ってんすかねっていうか俺が振ったのか半分スタートはこっちだからな、何にも責任取りようもないけども俺も尻っつうかもう全体っすね。もう太ももとかもいいっすよね。
太ももはね、いいっちゃいいんすけどね。また別物っすか。また別物っすね。尻の方がやっぱ。尻太ももが肉ついてて、すねが細いのがいいですよね。逆感、なんか逆三角形みたいな。あー、足の逆三角形状態ですよね。はい。確かにそのフォルムの綺麗さはいいですよね。はい。あなた。